グライアは、ポセイダル軍の B 級ヘビーメタルなのですよ。早い話が量産機。グライアの織田が設計した B 級ヘビーメタルで、生産台数は700台とも言われ、同じ B 級ヘビーメタルのアローンとは違い、ポセイダル正規軍にしか配備されていない機体です。主なパイロットは、ギャブレット・ギャブレイ、正規軍に入りたての頃使用していました。武器は、グライア専用のパワーランチャーとセイバー、フロッサーによる高速走行が可能でした。順番としては、アローンの次に量産されており、その名は、ギリシャ神話の魔女グライアイに由来しているのが長野っぽいところ、初期型のグライアの織田、スペースグライアなどのバリエーションがあり、劇中にも多数登場しました。キットは、当時300円、安い割にパーツがかなり多い気合いの入ったキットでした。グライアは、デザイン画の再現度という点において、シリーズ中ベストと言えるハイレベルな出来で、バリ、引けといった製造上の不具合もほとんどありません。ポリキャップを使用していませんが、組み立てるだけでベストと言えるグライアが完成します。エルガイムが放送された時期は、ホビージャパンなどの情報誌でアニメのロボットの制作記事が充実してきた時期でした。その頃の風潮として、キットは買うものの作例の記事を読んだだけで完成させた気になってしまい、実際には作らずに押し入れにしまってしまうというケースが出だしたのもこの頃でした。キットの欠点を回収しなきゃ、という思いが先行して、だんだん億劫になってしまうという、回収記事を読みすぎて、頭でっかちになってしまった弊害が出だしたんでしょうね。私の友人なんて、老後の楽しみにする、とか言って、押し入れをプラモで埋めた挙句、マスターグレードが出たらみんな捨てちゃいました。もったいないですね。で、またマスターグレードを押し入れに積んでるわけです。エンドレスですね。これは、